ベンタックスの画質設計に写真を作るという大切な価値観があります。最終的なアウトプットを単にデジタル画像と捉えてしまうと、数値での評価を高めることに意識が向いてしまいがちです。例えばノイズについては強めな処理をかけた方が数値評価は高くなります。ですがペンタックスは解像感とノイズのバランスを重視して、それらを両立させることで写真としての印象を大切にしています。ノイズと言われているものの中にも、写真として残しておいた方が好ましい情報があり、写真の印象を決める要素と捉えています。例えばピントが合っているところからボケ始めるその輪郭の表現や、ボケている部分のつながりが滑らかで自然に感じられる表現のために、このような情報が生きてきます。そして被写体がそこにあるような立体感や奥行き感、臨場感といった部分の印象を左右します。つまり写真として必要な情報までもノイズ処理で消してしまい、作画上の機微を失うことがないような画質設計をしています。写真画質向上へのこだわりとして、私たちは数値では測れない部分も重視し、感能評価という手法を取っています。画質設計者自身がさまざまなシチュエーションで撮影を重ね、多くの撮影データに対してペンタックスらしい写真であるのはもちろんのこと、撮影者自身の印象や感動がうまく再現されているか繰り返し評価し、追い込んでいくことで完成品質と呼べる画質を実現しています。写真家の方々のご意見も取り入れていますが、ペンタックスらしい画質設計においては、この撮影者と設計者と評価者が同一であることが非常に重要な意味を持つと考えています。今回の新製品である K3 Mark III では、イメージセンサー、画像処理エンジン、アクセラレーターユニットという全てのキーデバイスを刷新しています。ペンタックスとして追い求めている理想が変わることはありませんが、その理想をどの程度実現できるかはデバイスの性能向上も欠かすことはできません。今回デバイスが新しくなったことで、低感度域での画質の向上と最高感度160万の実現が可能になりました。加えて感度の上限の追求によって、感度全域においての画質設計の技術向上にもつながり、よく使われる感度域の画質の美しさ、自然さを向上させることもできました。画像処理エンジンがプライム5に変わったことで、より高品位なディテール再現が行えるようになりました。従来の K シリーズのシャープネスの設定では、デフォルトの設定以外により繊細に輪郭を強調するファインシャープネスと、さらに微細なディテールまでも浮かび上がらせるエクストラシャープネスという設定が存在しました。 K3 Mark III ではこれまで以上に自然に輪郭を強調しつつも、被写体の質感描写を大きく向上させた理想的なシャープネス処理ができるようになりました。そのため従来のファインシャープネス、エクストラシャープネスの設定を一つに統合し、新たなファインシャープネス2を初期設定として採用しています。ペンタックスの絵作りを語る上で色再現も欠かせません。ペンタックスが培ってきた独自の色再現が得られるカスタムイメージは、撮影時に感じた印象や撮影シーンの雰囲気を多彩に表現することができます。さらにカスタムイメージの詳細設定には、彩度、色相、コントラストなど多彩なパラメーターがあり、それを組み合わせることでありとあらゆる風合いを表現することができます。またそれぞれのパラメーターを変更することによって生じる画質の変化に対しても最適な調整を行っていますので、撮影時の感動を余すことなく表現する印象色をぜひ存分に楽しんでほしいと思います。繰り返しになりますが、私たちが作っているのは写真です。撮影時の感動やその場の空気感をより印象深く再現することで、撮影した写真に対する手応えを感じていただけると思っています。 K3 Mark III で皆さんの写真体験がより素晴らしいものになることを願っています。